ローマ帝国の液定制度、クルススプブリクス同定表、ポイティンガーズ、数、現在の地図との比較図の7の地域に相当する。すべての道は、ローマに通ずという慣用句が示すように、ローマ帝国は、道路網を発達させた。ポイティンガーズと現在の地図との比較図、ジョーズは、現在の地図に照らし合わせた場合、7のあたりに相当するクルススプブリクスとは、 ローマ帝国の国営天馬制度で、後に東ローマ帝国にも継承された。皇帝アウグスティスが、イタリアと属州間の役人、メッセージ、税金を移動させるために創設した。交換の使用乱用や、偽造許可証に加え、施設維持はその地域の責任で人民の負担は大きく、生活も圧迫されて、4世紀には、ローマ世界の悪役とまで嘆かれるようになった。 6世紀前半まで、東ローマ帝国で完全に機能していたが、東ローマ帝国の歴史家プロコピオスは、皇帝ユスティニアヌス一世がペルシア国境への道以外を廃止したと非難している。クルススプブリクスの皇帝は、西暦400年頃のローマ道路網の地図ポイティンガー図に示されている。西方世界において、最も早く駅伝制度を整えたのは、アケメネスアッサ。 ペルシア帝国である。古代ギリシアの歴史家、ヘロドトスの著書、歴史には、ダレーオス一世によって、王の道という行動が整備され、この道のついた皇帝ごとに、宿場アンガラを設け、EN、アンゲリアム、アンガレーオンという天馬制度が敷かれたという記述がある。ローマの天馬制度は、これらを導入し発展させたものである。 ローマ時代の馬車を再現したもの西暦百125年のローマ帝国におけるメインロードが記載された地図ローマ帝国を構成する地域をつなぐ道沿いに一連の砦と駅が建てられた。これらの駅は騎手に帝身の行政長官または役人を乗せる馬車を引くための馬を提供した。この乗り物はクラビューリーという。クルススプブリクスを利用するには皇帝自身が発行した証書。 またはディプロームが必要であった。知事や副知事に任命された人たちが免状を使って自分たちや家族を自由に旅行させるような乱用が見られた。偽造品や盗難免状も使用された。政治家のダイプリニースと皇帝トライアヌスは最新の許可証を維持するために皇室郵便で証書を送られることを望む人々の必要性について記述している。 ディオクレティアヌスの改革以前の時期には、クルススプブリクスは、カース,スビヒキアラースという用語が、一般的ではなかったかもしれないが使われた。関連する役職に、アントニヌスピウスの帰省中に主観していた、プリーフェクタスビヒキアロレム、ルーシャスベルーシアスミーシャネスがいる。おそらく、彼は、帝国全体の駅のネットワークの効果的な運用を、保障し、 それを使用する資格のないものによる施設の乱用を阻止するために何らかの監督責任を負っていたと思われる。査察官がシステムの機能を監督し、ローマのプリーフェクタスに報告したと推測されるという証拠がある。しかし、ミーシャネスの主な仕事は若きマルクス・アウレリウス・アントニヌスの法学家庭教師でもあったため、フルタイムで監督を行っていたとは考えられない。 ディオクレティアヌスとコンスタンティヌス一世の改革後、このサービスは高速便とレギュラー便に分けられた。高速便には馬とラバが使用され、レギュラー便には牛の実が使用された。カース,ス・クラビューレリーズは重い品物の移動や交換の旅行や政府のメッセージの伝達を促進するために使用されたことを示している。イギリススタッフ同社。ドシャ ゲッタセットムにあるマンシオの遺跡、カーススと呼ばれる拠点が、イタリアや属州で運用された。これらは、エジプトとアジアマイナーには一つずつしかないと、トライアヌステへのダイプリニウスの手紙に記述されている。それは運搬員が休める場所として、約19キロメートルごとに存在する村に、一般的にあるが、私有の大きなマンチオネスで休憩することもあった。 マンセップスや勤め人によって運営されていたマンチオニスは、食料と宿泊場所、馬のためのケアと家事屋を提供した。カーススはまた、帝国の道路沿いにあるコミュニティによって運営された。休憩するための馬交換所、ムーターティオーが10ローママイル程度ごとに、4から5カ所程度のムーターティオーに1カ所は、大きな規模の宿駅、マンシオー,オーと呼ばれる施設が整備された。 ローマ時代のニウ車を再現したものこれらの町は高頻度で軍隊の使者に食料と馬を提供し建前としてローマの道路区画の管理サービスと召喚金を享受した自然発生したもめ事に当時の中央政権はとても積極的に介入したこれらのコストは高くその恩恵が得られるとは限らなかった乱用者への罰則や維持できてない 施設の報告義務などの施策がされたが、6世紀の皇帝ユスティニアヌス一世によって、クルススプブリクスのペルシア国境へのルート以外は廃止された。後継として、ドローモスという制度が存続し、EN、ラガーシーツ等ドロームによって大幅に監修されたが、8世紀中頃まで存在が証明されておらず、長い間休止した後復活した可能性がある。それらも、 大幅に政権がかけられ、本質的に古いアキシースドローモスサービスの残骸であった。西側ではカッシオドルスは東ゴート族王、テオドリックの文通を報告しているように、イタリアの東ゴート族の下では存続していた。典型的な移動では1日あたり41から64マイルのスピードとなる。また、良いニュースより悪いニュースの方が優先された。 勝利などのニュースには書簡に月経感がつけられたが、悪いニュースを運ぶ者の槍には急ぐことを示唆する羽根がつけられた。ルキアの海岸で亡くなったガイウスカエサルの不法がイタリアのピサに届くのに要した時間は36日以上で、海上での伝達は、この時期には危険なので、約1345マイルの距離を陸上で送られたと考えられる。これらの結果から、 悪いニュースは1日平均約50マイルで送られたことになる。同様の結果は複数あり、歴史家の CWJ エリオットも著書ニューエビデンスフォーザスピードオブザロマン・インペリアル・ポストで別の例で1日ごと50マイルという結果を出している。西洋古典学者ライオネル・キャソンは著書の中でローマ帝国の様々な港の間で16回の航海が行われた。 時間の統計を示している。とても良いコンディションで、船は約5ノット、または1日あたり120マイルの速度で移動できると、している。悪いコンディションの旅では、約2ノット、または1日あたり50マイルであるとしている。ありがとうございます。